頼む、止めないで。やっぱブラックマジシャン強えわ。というか一番回し方がもう様になってると言っても、やっぱブラマジだわ。あと先行も取れていく。いやでも高校でも強いんだよなブラマジって。意外とそんなに先行制圧ができねえから、やっぱエルドリッチよりブラマジョンが強い。というか俺がうまいブラマジは。あーこれもいいね。愚かな埋葬も持ってこれるし、あーこれ強いわ。あ BGM 微妙だなこれ。こっちだな。まず効果発動、これでうららを使われることを見越す。これにうらら使ってくれ、頼む。よし、ブラックマジシャンを墓地に送る。まあ第二の手札だからね。で効果発動、さらにブラックマジシャンを墓地に送る。ブラックマジシャン2枚でいい。ここはあ、増資ね。オッケー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 。まあ1枚しか、あーでも2体召喚したいな。2枚引かせちゃう。2体引かしちゃうな。まあ2枚引かしちゃうのはしょうがない。でまあティマヨスは絶対立てたい。ここでなぜなら永遠の魂がを必要とするから、ここは絶対に竜騎士ブラックマジシャンにしておきたい。なので、まあ、ここまでにしておく。あのこれで相手の自分の魔法トラップはケアできるから。んでこれで、はい、10万近く課金しててこれってやべえぞ。なるほどな。あなたたちの親御さんはあなた自身にいくら課金したんでしょうね。何百万、いや何千万、その成果に見合う成果は得られましたか。その金額に見合う成果は得られましたか。よしさあ行くぞ。私はこのカードに10万課金しました。まあこれだけではなくたくさんのデッキで、でもそのおかげで楽しく遊べています。しかし皆さんの親の気持ちになって考えてください。何百万何千万課金した成果は出ているのかな。答えは CM の後で。さあ視聴者にも攻撃、こっちが攻撃されっぱなしだと思ったら大間違いだぜ。こっちばっかり攻撃されていると思ったら大間違いだぜ。いつまでも破壊していく。ネクロバレーまずいぜ。墓地のカードを、及ぶ効果は無効化される。これってさ、墓地のブラックマジシャンも復活できないってこと？まあいいや。あれ持ってきて、あれ持ってきて潰す。うん。あれ持ってきて潰すんで大丈夫。ブラックマジック持ってきて潰すから大丈夫。ブラックマジック持ってきて潰すから大丈夫。ブラックマジック持ってきて潰すから。やばいやばいやばい。なんだこいつは。まずくねえかこれ。これ破壊されちゃうの？これまずかねえか。待て、そしたら話を聞こう。この瞬間にもう縁の魂発動しよう。知らん、もうどうせ。まあ、効果をし忘れ。ああ出せねえや。ああ出せねえ。終わった、マジで終わったこれ。あマジで、ああもう墓、使えないの。あ終わったマジで。あ終わったわこれ。もう何にもできねえ俺。ブラマジそれやられると何もできないんだって。ブラマジそれされると何もできないんだって。なんとかなる。まだなんとかなる。よし。まだなんとかなる。もうこれは決死の覚悟。これは決死の覚悟です。
止めないで。それされたらもう終わりなんだよ。考えても完璧な盤面リセット、どう考えてもどうにもならない盤面、これ、これはどうにもならんだろう、お主。え、これマジでどうやって、逆にどうする、お前は、お前ならダークロー必要ないよ。ブラックホール、え、ブラックホール、え、効かないよね、聞かない聞かない、あ、聞くの、聞くんだ、自分フィールドの効果の対象にならない、対象取らねえからか、対象取らねえからだ、対象取らないからだ、対象取らない破壊見事、対象の取らない破壊見事、